レビッキ、十七章。捧げ物を捧げる場所。主はモーセに告げられた。アロンとその子ら、及びすべてのイスラエルの人々に告げなさい。これは主が命じられたことである。イスラエルの家に属する者が、牛、羊、あるいはヤギを、宿営のうち、 あるいは宿営の外でほふり、主への捧げ物とするために、主の住まいの前、会見の幕屋の入り口に引いてこなければ、その者には血の責任が問われる。血を流したからである。その者は民の中から立たれる。それゆえ、イスラエルの人々は従来、野原でほふっていた生贄を携えてこなければならない。すなわち、主のもと、 会見の幕屋の入り口にいる祭司のもとに携えてきて、主への会食の生贄としなければならない。祭司はその血を会見の幕屋の入り口にある主の祭壇に打ちかけ、死亡を主へのなだめの香りとして焼いて煙にする。彼らが慕ってみだらなことをしてきたヤギのマシンに二度と生贄を捧げてはならない。これは、 彼らのための世々にわたって守るべきとこしえの掟である。また彼らに家、イスラエルの家に属する者、あるいはあなた方の家に留まっている寄流者が焼き尽くす生贄か会食の生贄を捧げる場合、それを主のものとするために、会見の幕屋の入り口に引いてこなければ、その者はその一族から断たれる。 血を食べてはならない。イスラエルの家に属する者、あるいはあなた方のうちにとどまっている気流者が、いかなる血であれ食べた場合、私はその血を食べた者に顔を向け、民の中から立つ。肉なる者の命、それは血にある。私はあなた方の命のあがないをするために、祭壇でそれをあなた方に与えた。 血が命に代わってあがなうのである。それゆえ私はイスラエルの人々に言った。あなた方の誰も血を食べてはならない。あなた方のうちにとどまっている気流者も決して血を食べてはならない。イスラエルの家に属する者か、あるいはあなた方のうちにとどまっている気流者が食べて良い獣や鳥を捕らえて食べる場合、その人は 血を大地に注ぎ、土で覆わなければならない。すべての肉なるものの命はその血であり、それが命の代わりとなる。それで私はイスラエルの人々に言った。いかなる肉なるものの血も決して食べてはならない。すべての肉なるものの命はその血だからである。それを食べるものは断たれる。自然に死んだ動物や 噛み殺された動物を食べた者は、イスラエル人であれ、気流者であれ、衣服を洗い、水で体を洗わなければならない。そのものは夕方まで汚れる。その後は清い。もし衣服を洗わず、体を洗わないなら、罰を受ける。